ない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 。大会本部ですね、大会長ですね、ご挙手を行いますね。ぜひ大会本部の方に、お集めください。観客の皆様ですね、大会を行います。今日、いきなり第2セクションで、1点ついたので、今日は終わったと思いました。本当に、本当に思いました。まあ、だから、前日の多分インタビューでも多分言ってますけど、オールクリーン設定なので、その中でこう1点ついてしまった時点で、今日はもう無理かなと思ってました。まあ、でもそこからは、あのオールクリーンでこうずっと粘ってこえたので、そこに関しては自分でもよく頑張ったなと思います、この状況で、はい。最終的には SS まで追い込めたんでね。はい、で3ラップというのが同点で1点にしたら勝算というかあのチャンスが出てきたわけですけど、いやでも SS は僕2人とも全員トップはクリーンだと思ってたので、栗山選手まず5点がちょっと意外だったのと、僕の最終で5点取られたのも意外でした。まあでもそれで逆転されて、まあ、2位にはなりましたけど、まあ、タイトル取れたことはまあ良かったなと思います。まあ、今回の神経戦だと本当に3位表彰台から落ちるってこともあり得るような設定だったので、ちょっとすごい緊張感でしたね。はい、この1点取った時にはまあ1ラップ目のことだけど、3位争いじゃないよ、その時点でもう 3位から5位までが同点だったかな。そうでしょ、多分それぐらいだったので、あり得るんでしょうね。タイトルの危機に関してはあんまり考えなかった。いや考えました考えました。なんか絶対表彰台に乗らないといけないので、そこだけはすっごい考えてました。だからすっごい辛かった。あのタイヤの SS はクリーンの自信はあって臨んだ。狙いすぎました、クリーンを。狙いすぎた、はいはい、狙ったんだ。いや、クリーンして1点だったらいけるのかな、でもこう亀で行く気はさらさらなくて、あれはちょっと。なるほど、はい、で釣ったらちょっとこう右ずれてっていう感じだったので。それは何、5点でももう勝負は決まってるわ。タイトルは決まったので、いやまあ優勝したかったですよ、したかったですけど、まあ、ちょっと狙いすぎた、よく出たから。優勝するにはクリーンせないかんな。1点でよかったんですよ、野崎も1点、そう1点でよかったんですけど、まあ、最悪失敗しても1点かなと思ったんで、はい、まさかでした。3連覇、いやよかったです、本当に嬉しいです。これで V5 怖かったんで、遅咲きがさらに更新してます。とりあえず数は藤波隆さんに並びました。まあそうです、まだあいつは世界行ってるんでね。あれですけど、まあでもホッとしました。いやお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まだ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 、ありがとうございます。カメラ OK？ もう OK、 ゆっくり、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 いけるかな、ここ。